なんかみんなが知ってる情報にちょっと三流の三流的解釈をプラスしてもらうくらいの気持ちです。記念すべき第1回目は私、西園美鈴と木下彩乃と中山紗友です。お送りします。はい、でーす。というわけで今回の第1回目は三流について。三流は全国のサンミュージックアカデミーっていうタレント養成所のレッスン生の中から選抜やオーディションを経て今の9人に選ばれたんですけど、サンミュ初のワンマンライブのステージ上で1月23日にポニーキャニオンからのメジャーデビューが決定したアイドルなんですけど、はい、ニックネームハル。その数は 23.5 点。そう。で、みんなから見たハルルはどんな感じ？なんかある。ハルル。眠たそう、いつも。そう、なんか今ね、みんながね、自己紹介してる間ね、ずっと大丈夫、大丈夫。でもね、聞くとね、ちゃんと起きてるんだけどね。そうそう、見た目がちょっと眠い。そうね、見た目がまだ起きてます、ちゃんと。パンにつけるのマーガリン、みんなのうさちゃんマーミリン、マミリの大好物はメシ。ただ一つマミができないのが、人に怒ることができないんだけど、ね、なんかしてうわっだからあかんの、怒れない、怒るんだよ。かわいい、かわいいな。にゃん、はい、3時のおやつは欠かせません。セニャンこと新原瀬奈です。クリスマス、はい、おー、セナセナで、大好きなのはトマト。トマトです。へー、最年少です。一番身長ちっちゃいけど一番しっかり、結構しっかり者なんです。そうなの、中学2年生なんだよ。そう、中2とは思わない。しっかりしてるね。おせんべい好き？好き。サイピンも好き。でも、みんなのことの方がもっと好きだよ。サミュー1のジージン、サイピーこと中山紗友です。サイピーは自己紹介にもあるんだけど、とにかくジージン何言ってるか分かんなくなるから。そう、何の話してるか分かんなくなる。ジージンが最初ワールド。ちゃんとみんなに話してるつもりだよ。だけどね、どんどん話がてん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 、あっちこっち、そう、あっちこっち行くから。だからみんないつも黙ってる。今気づいたの。サミューイチのしっかり者の、サミューイチ甘えん坊の木下彩乃です。で、好きな食べ物は抹茶です。あー、大好き、ね、すっごい大好き、大好き、超大好き、本当に大好き、本当に本当に大好きだよ。で、そんな彩乃ちゃん超天然です。あだってさっきもね、着替えようとした時後ろ前ズボンやって、顔にリース塗ったりね。なんみんな気をつけ。イエスト。ありがとうございます。サミのリーダーミスこと西園美鈴です。好きな食べ物はシチュー。特にママが作ったクリームシチュー。可愛くない？めっちゃ可愛い。こちらのリーダー。そう。サミのリーダー。みんなのリーダー。知ってる？いつもみんなまとめてくれるし。さすが。ハル思ってない。思ってない。何その服持ってる。新潟出身といえばレイチャブ。眉毛美人といえばレイチャブ。サンミュー唯一の刃といえばレイチャブ。好きなアイス。アイスです。アイスです。できれば濃いチョコで。あはははは。レイカちゃんはしっかり者で、神秘的にね、ジャイアンキーみたいな思ってくれそうな。そうそう、なんかメンバー内でね、彼氏にしたいっていう投票したやつ。そう、したの。そう、そう、そう、だから彼氏にしたっていうやつが1だった。やった。サンミュー B 組京極先生。はいはい、二つの泣き枕がチャームポイント。ともきょんこと京極ともかです。ちょっとわかんない、ちょっと抜けてる。待ち時間とか立ってる時に疲れてるのかわかんないけど、後ろに行ったら肩に頭こうですよ。よしよしって感じだな。
手のせいで疲れて、そう、しかもこっちが疲れてる時とか、そのなんかね、ちょっと寂しい時とかをなんかね、分かってんだよね。えぇ、じゃあもっとしよう。やーちゃんビーム行くで、やーちゃんビーム。やーちゃんの紹介はないです。え、あっていういじられる。へこんだ時もちょっと可愛いんだよね。はい、じゃこんな感じかな、サンミューのメンバーの紹介は。なんかない、特に質問とか聞きたいことある人。分かった、サンミューのことちゃんと。はい、なんか、はい、本当に寝てないから本当に寝てないから。なんで首が座ってないんだ。サミューっていうことですかね。そうだね。これからも個性をガンガンアピールしていきましょう。うん、はい、はい。そうだね。ハルルはいつも寝てて。それが個性ね。ずっと起きてる。今までも。今までも。これからも。これからも。